産業規制がないんです、ね、多くの病院が人手不足になっちゃう無駄な薬を出させるのをやめさせることですもっと汚い賄賂の取り方をする人たちはいますお前の方がよっぽど性格悪いんだろはい、話題秀樹チャンネル話題秀樹ですこの4月から医者の働き方改革というのが始まりますこれね、医者ってみんな給料が高くて羨ましいよねとかって 割と思われがちな仕事なんだけどもはっきり言えばありとあらゆる職種の中で最もブラック企業ブラック職場と言っていいのは医者というところもありますなぜかというとまあ、私も産業医とかもしているのでいろんな現場を見てるわけですけどもどんな工場の労働者であれいろんな作業のしている人であれ一応大体年間960時間まあ、これも多すぎるんですけども月に80時間以上は 残業させちゃいいけななっっててことになってますもちろんそれが守られない職場はいくつかあって私なんかも映画の現場とかだったら朝6時半集合終わりが10時半っみたいに一日14時間労働たらまあ毎日6時間残業っていうことになるわけですからそんなことが許されていいのか逆に言えばそうしないと制作費が足りなくなっちゃう。 ってこともああってまあ、それがまあようやく敵っていう期間ができてそれに関しては映画ももうあんまりひどい残業させちゃいけないよということになってますしまあそういう中でまあ医者という職業っていうのはないかに特殊かというとですねそのの医者っていいうのはななんんと残業規制がないんですねだからまあ病院に泊まり込むような先生もいるしもう毎日 10時間ぐらい残業してるのは当たり前のこともあるし、あとあの当直っていうのがあってですね。あの病院に泊まってまあ、救急患者さんが来たり、あるいは入院。患者さんが具合が悪くなった時に見るという仕事があるんですけども。当直をすれば、例えば朝9時から働いて、夕方の6時まで正規の勤務をするとで、当直の先生はその夜の6時が終わったら一晩。 でで翌朝の9時まで勤務するとさらにたちが悪いことに翌朝もまたその仕事を働くっていう、まあ、そういう勤務形態がもちろん正直なことを言えば当直も仮眠室みたいなのがあって患者さんが来てない時間帯は寝れるんですけども、まあ、それにしてもね例えば看護師さんとかだと順夜とか深夜とかっていう勤務体系の時は もちろん翌日休みになるわけで我々医者だけはまあこの過酷な勤務が当たり前っていうふうなことになります。でそれがようやく年間960時間つまり普通の産業と同じぐらいの、まあ、残業それ以上の残業は許さないよというふうに変わりました。なななのので医者の過酷な労働状況が少しマシになるということなんですけども。 それが手放しで喜べないのはそうすると多くの病院が人手不足になっちゃうということですよねつまり当直をまたバイトで雇うとかって言っても今やりたがらない先生方も多いしそういうのでどこの現場でも人手不足だから人手不足の病院は外来を減らすだとか入院患者さんを減らすだとか病棟を畳むだとかいろんな形でもう少しずつ縮小しなくちゃいけない だから例えば救急医療をやってる病院とかは救急医療ととかをやってると当然残業がオーバーバしちゃうわけですよねそうするとそこがもう救急医療をこれからはやりませんとかっていうことになったら近くに救急病院がないみたいなことが起こっちゃうわけですよ。ということで働き方改革はいいんだけどそれによって医療崩壊みたいなことが起こるんじゃないかということが心配されていますで私も全くその通りだと思います。 それでね、あの医療崩壊になるものが起こるということに関して正直なとこ言って、日本ってのは世界的に見ると医者の少ない国なんですねだから医学部を増やせばいいんですよ医学部を増やしてどんどん医者の数を増やしていけばそうすれば人手不足なんて起こらないわけですねところが今いる医者たちがそれじゃあ取,取り分が減るっていうようなことで 働くのは楽になるかもしれないけど取り分が減るのも困るよねみたいな形で医師会とかは医学部の増設に猛反対しているわけですねだけど私は医者の数を増やして多少人件費が増えてもいいと思ってますそうしないととてもじゃないけど医療が回っていかないただねここで大事なポイントはじゃあ医者の数を増やして医者の人件費が増えたら 実はこのままいくと健康保険料が増えるので毎月給料から引かれる金が増えて給料が減っちゃうんですよだからそれまずいでしょうとどうすすすゃいいんだととと簡単ななここでで無駄な薬をを出させるのをやめさせせるるのやめよアメリカだったらエビデンスって言ってこの薬を飲んだら死亡率が下がったとか脳卒中が減っただとかそういう、まあ、証拠がない薬は保険会社が金を出してくれません。 ところが日本はうんうんう血圧高い高いんだねはいこの薬うん血糖値高いなねこの薬ってガンガン薬を出しまくってレセプトっていうのがバンバン通っちゃうから無駄な薬がどんどん出されていってそれによって我々の給料から引かれる金が増えていくわけですその金を少なくとも無駄な薬を多分僕は年間4兆ぐらい無駄な薬が出てると思いますからそれを医者の人件費に回せば。 医者が多少増えたって大丈夫ですよというのはまあ、年収まあ、1500万ぐらいの医者をまあ、4兆あればですね、えー、まあ、30万人増やせる計算になりますからそのぐらい増えてくれれば医療現場も楽になると思いますよだから本来無駄薬に使われた金を医者に使うようにしましょうということですでねついでにこういう場に限っていや この大学病院から派遣される医者が減っているから地域医療が崩壊してるんだって言って大学病院の肩を持つようなマクソコメンテーターがいるわけですけども大学病院は確かに医者を回しますけども昔だったら大学病院から医者をじゃあ1人派遣してやるよって言ったらら教授が500万ぐいをってたんですねでそれが禁止になりました。ということで大学病院があんまり医者を出すのに熱心でなくなっているわけですけども。 あの、お金での賄賂がもらえなくなったら、もっと汚い賄賂の取り方をする人たちはいます。まあ、これは九州の方の某私立大学の話ですけども。そこの教授が、まあ、大きな病院から。いや、か医者を回してくださいよって接待を頼まれました。あ、じゃ、お前んところさ、病院で一番さ。事務の女の子で可愛い子連れてきてよ。と教授が言い。そして、その教授は、まあ。 接待で食事会が開かれたわけですけどもその女の子に集中的に酒を飲ましてそれで酔い潰して連れていくつもりだったのかもしれないですけど結果的には急急性アルルコール中毒で救急搬送されたたとといいう話を聞いたことがあります今製薬会社が医者に対する接待は禁止されているわけですからそういう病院が大学教授に対する人を回してもらうための接待も一切禁止すべきだと思います。それれにによって人見悟空にされる まあ事務職員の人たちが気の毒です。こんなことをやる奴らが、大学教授はそんな奴らがたくさんいます。そしてそいつらが医学生を面接して試験の点数が足りているのに、お前は性格悪いからって言って落としてるんです。お前の方がよっぽど性格悪いんだろと言いたいです。医学部の教授たちはクソの集まりです。私は本当に許せないと思っています。ということで、えー、大学病院ではない形で医者を足りさせる ためには医者をもっともっと増やしてほしいと思います。和田英樹チャンネル和田英樹でした。